聞いて背脂人生初人生2回目の背脂を今日は食べてきましたやっぱ漏れてたよねな,なんでだろうカラコンかな今日も初めてのカラコン最近ね最近ねカラコンたくさん大量買大量に買ってどれが一番自分に合うかを探してるんだけどでも今日カラコン なんていいうの一でかい気がするだからそれはもれるかこれはね青系のカラコンなの今日ラベンダーグレーにしたから髪色ちょうど青系のカラコンいいかなと思ってつけてみたら意外と大きかったハートありがとうございますいやそりゃもれるよね グレージュなんかね今が見せた写真はねラベンダーグレージュのハッシュタグの参考写真を見せたんだけど「あこれラベンダーにグレーが入ってるね」って言われて、まあ、書いてあるから今も知,、まあ、知ってるとは言えないんですけど「あそうですね」とは言えず「あそうなんですね」みたいな美容師さんにそう私がラベンダーグレージュのハッシュタグの写真見せたら <laughs> すごいなんか嬉しそうに「あ ラベンダーにグレーかかってるね。みたいな言われて私そのつもりで見せてるんだけど、外は言えないからあ。そうなんですね。通じるハートありがとうございます。誰もありがとうございます。だから結局のところ何色かよくわかんない。その美容師さん名前つけてくれなかった。から夢はラベンダーグレーって呼んでる。 似合うありがとうございます。と前髪をね前髪を多くしてうん量違う量はあ量増えたんだけど幅を広げてめっちゃワックスつけていい感じにしてみた。お花ありがとうございます。 あーハートありがとうございますお花もありがとうございますダンスにめっちゃ光ったうれしい一番褒められてうれしいかもしれない顔,顔褒められるのと同じくらいうれしいあ MC 褒められるのと同じくらいうれしいハートとダルマありがとうございます カメラで写真を撮ってカラシに病院に来たいいよでいいよですよいいよですよ別に夢のこと連れてってくれてもいいよこのようにしてくださいそれからなんか公園とかで抜けた髪の毛持ってってくれてもいいですよえ今日公演本当に楽しくてさやの生誕祭もちろん喜まなんすかもちろん楽しいんですけど私なんか。 生誕祭三部が出るのがほんとに久しぶりだったからほんとに楽しくてちょっと羽目外しすぎちゃったこの中にさ生誕祭三部いらっしゃった方いるかな私の本性がバレてしまった気がするやばいいらっしゃった私こんなにショールームではさ落ち着い,落ち着いてるかわかんないんだけどハートありがとうございます ショールームでは結構真面目なす <laughs> 真面目な性格じゃないですか <laughs> ややまじゃないですかお花ありがとうございます <laughs> いやいやいや,いや分かるでしょ言いたいこと <laughs> いや分かるでしょ私ショールームでは割とこう穏やかに落ち着いて真面目に <laughs> 真面目にやってるじゃないですかう一人喋る <laughs> いや。いる今日の生誕祭多分やばかったと思うなんか正直まあまあまあ私の配信に来てくださる方私のことをちゃんと知ってくださる方 知ってくださってた方は「あゆうちゃんこんなに騒がしいんだ」くらいだったと思うんだけどや「サーヤのファンの方にドン引きされた自信ある結構」ちょっと今反省してるちょっとや,やりすぎやりすぎちゃ <laughs> ちょっとね結構反省してる結構はしゃぎすぎた気がする。 ハートありがとうございます。ワンちゃん3部でかっこいいっちゃ面白かった。本当に言ってる。本当に言ってる。そうやって。夢のこと褒めてくれてる？え <laughs>、そうなんか、しかもさ違うのなんか配信されてないって思うとますます。何でもかんでもやっちゃうんですよ。<laughs> やっぱいつもこう公演だと DMM 配信もあるからもう下手したらさこの世にも今後一生残っていくからって思ってショールームもそうなんか今後何て言うんですかもう一生残り続けてしまうネガティブな残り続けるものだからと思ってセーブ聞くんですけどそう多分楽屋テンションと同じだと思う瀬田さんの3部。 結構やばかったよね <laughs> 結構自由に自由にや,やってしまったなって思ってる本当にちょっと恥ずかしい多分明日になったらもっと後悔してるハートありがとうございますそうサブって何も配信がないから 配信がないっていう、もうこう、安心感を持ってやってしまうから、<laughs> ハートありがとうございます。おしゃべり会より、え、おしゃべり会も、ワンチャン残るじゃないですか、データーが。そがべおしゃべり会サンプルとかになるかもしれないじゃないですか。だから規制かけられるんだけど、本当にね、そう。多分活動の中で、 皆さんがこう見てくださってる活動の中でセンターさんの3部が一番すっ一番楽屋テンションに近いと思う本当に恥ずかしいちょっとに反省反省というか恥ずかしいなってすごく思ってるだってもういらっしゃらなかった皆さんのために説明するとさやがギターの弾き語りしてくれたんですけど私 もうお客さんのこともう何も考えずにもう観客席え客席のこと何にも気にせずサーヤの、まあ、サーヤが0番で歌ってるじゃないですかもうステージ落ちるスレスレのところで0番で私正座してサーヤのこと見上げて弾き語りしてるの見ててだから多分その皆さんが言う最善ゼロズレ そこの先先の方絶対夢が邪魔でさやのこと見れなかったと思うのっていうぐらいやばくて私それ途中で気が付いて「あまってやばいか私隠してるかも」って思って「ハ <laughs> ートありがとうございます」途中で気づいたんですけど <laughs> 本当にちょっと楽しすぎて反省してる「ハ <laughs> ートありがとうございます」でも楽しかったの 本当にあ見てこ今日はハートめっちゃハートだハートヘアーですこれサーヤのリクエスト髪型可愛くないお花ありがとうございますどういう状況かこれほんにあと ひ膝から崩れ落ちて10秒くらい土下座してた <laughs> <laughs> ハートありがとうございますうわっ源いっぱい確かに似てる今日はサーヤンのリクエストは「巻き下ろしでどこかにハートを入れてほしい」って言われてメイクさんにそっくりそのままお伝えしたらこんなに可愛い髪型にしてくれましためっちゃ可愛くないな,なんてラブリーなの <laughs> ますますわかんない <laughs> いやそうだよね今も今しゃべってて何言ってるかわかんないもん。どうしようあれ映像残ってたら何かの間違いで DMM 配信されてましたとかなんか割と私切腹案件。 今日おでかゆい見て赤くなっちゃったねえ前髪短くないあなくなる <laughs> なあ前髪笑いましい。本当に嬉しい私これ渡り鳥の時の 前髪の再現美容師さんにしてもとか、今 <laughs> 言ったっけこの話なんかさ自分の私大りりの時の前髪の感じがお気に入りで美容師さんにこの時の前髪この前髪みたいにしてくださいって自分の自撮りを見せたんですよ。さ <laughs> 最初あこれは多分この前髪はねこんな感じでこの、ね、これぐらいの重さでやってくださって。 私も「この前髪はね」って説明から入ったから「あれ?」とは思ったんですけどそし,たら <laughs> そしたらそしたら案の定あ「待ってこれって本人だよね」みたいなの確認されて分 <laughs> かりますか私が言いたいこと多分自撮りの加工が強すぎて <laughs> 本人って認識されなくて最初 <laughs> だから多分夢自分が好きなアイドルの写真の前前アイドルの前髪の写真を見せたと思われて私は <laughs> <laughs> なんかこうう途中でなんかあ「でもこれって本人だよね」みたいな「ハートありがとうございます」「すいません加工強くて」とは言えなかったけどやっぱ加工命だからハートありがとうございます最初多分違うアイドルだと思う <laughs> まあいいんですけど スパありがとうございます <laughs> 格好強くてごめんね <laughs> う待ってお腹いっぱいラーメン食べたこの間ラーメン食べきれなくて いいっぱいラーメン食べきれない体になっちゃったんだけど今日は頑張って食べたわめっちゃおな鳴る将来の夢は二郎系ラーメンに行ってみることなんだけど絶対に無理だと思うんですよね星様ありがとうございます。 かテイクアウトしたんやのテイクアウトしてお花ありがとうございますなんか夢今までご飯って一度に食べきらないと嫌なタイプだったんですよなんか例えばカツ丼とかをてかそもそも今までは残すことがなくてご飯をカツ丼とかもう普通に食べきるじゃないですか。 で、もしたとえ食べきれなくても残してそれを後で残したものはその1時間後とかちょっとお腹が落ち着いた頃に食べるのが嫌だから食べき無,無理してというか頑張って食べきってたんですけど今まではだからその残したご飯食べるのが割と無理でだから最近なんか食べきれないのがデフォになっちゃって1時間後のご飯食べれるようになっちゃったの。 人間って変わるもんですねこの間あのさカレーをねデリバリーしてココイチココイチデリバリーして食べきれなくて5分の1ぐらいしかもカレーってさだってお店の名前出しちゃった後にこんなことになれなんだけどさいやカレーって全員 <laughs> カレーって全,全体的にさこ時間が経つと結構粉,粉っぽくなっちゃうというか。 な、なんかわかりますか、粉、なんて言うんですかね、なんか。なんか。かなり、かなり、こう。質感が変わるじゃないですか。なんか,なんかわかる。なんか喉に張り付く感じみたいな。方 <laughs> ありがとうございます。わかりますか。なんか、粉、粉っぽくなる感じするじゃないですか。かカレーなんて絶対に今。 食べなきゃいけないじゃないですか。なんだけど、残したカレーを1時間後に食べれるようになったの。ハートありがとうございます。だから絶対ご飯は残さないんですけど。大変な体になってしまった。わかるでしょうしい。でも明日カレー作ろうかな。やばい、待って、まぶたが閉じてくる。 今日夢一生懸命早起きしたんです本当に聞いてほしい話があるんだけどさ昨日夜寝る前にマナと LINE してたんですよ。で <laughs> そしたらなんか急に LINE の返信が来なくなってでなんかでも今割とオイラインしない方なんですよ。でもマナってめちゃめちゃ夢が5分ぐらい返さないとこうずっとこうなんて言うんですかポン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 やりとりしてる時に私が5分ぐらい返さないと。 ね、なんでミスするのみたいな結構そういう追いラインをしてくるタイプなんですマナ、ま、って。だけど夢は夢はそういうのしない人なのなんか,そなんか今コンビニ行ってるのかなとかそういうそういうこと考えて私はしないタイプなんです前置き。でしたら1時間返信返ってこなくてでそれでしたら返信来てお風呂入ってたって言われて。 マナカの返信待ってたから「あいいよ」みたいなすぐ返したんですよそしたらすぐ返信が来て「ちょっとドライヤーしてくるから待ってて」って言われて「あいいよ」って言って「まあ、ドライヤー」って言うても10分もかからないじゃないですかまだの髪の長さだったら、まあ、5分ぐらいだって乾くと思うんですけど「20分経っても来なかったの」でもう遅いなとは思ったけど今オイラインできないタイプだから <laughs> 待っててそしたら20分経って帰ってきて「ドライヤー終わった」って言われて。 っていうのが長かったねみたいになったらもうそれから絶対既読がつかなくなっちゃってしかもマナって夢よより寝る時間遅いんですよ私も割と夜更かしな自覚あるんですけどマナの方がだいぶ夜更かしさんなのなのに突然帰ってこなくなっちゃってそしたら翌朝「翌朝ごめんお休みモードにしてたの忘れてた」って言われていねずっともう合計1時間半ぐらい もっと1時間、2時間弱ぐらいマナからの LINE を待ってたのに、合計。ひどくないマナ結局、お休みモードにしてて気づかなかった。で、って、終わらせたの。はたありがとうございます。ひどくない <laughs> 許せない。許さないよ。 サーヤがお休みモードなのはまだだってたまにお休みモードにするんですけどサーヤってなんかもうデフォがお休みモードなんですよだから今もう慣れてるから爽ヤだからお休みモードって1回電話しても通知が鳴らないんですけどだからもう慣れてるから今絶対爽ヤには2回電話するようにしてる2回目で着信音が鳴るんですよ本当にお休みモードにしてるメンバー全員解除してほしいメンバーってみ なわけないでしょ夢,即レスですよ夢がねメンバー一速レスな自信ある青がもう一番速レスなんだけど幸せな時間じゃなさそう待ってるのもねだいぶね幸せじゃないもうよく待ちましたねそう本当に辛抱強くオイラインせず待って一時間半 2, 2時間弱待って。 寝てたの彼女許さないよ本当に本当にもう全メンバー夢を見習ってほしいハートありがとうございます <laughs> 本当にこれただの自慢なんですけどなんか私すっごい振り振りとかすごい保存するタイプなんですよ なんか思い出とか思い出用に結構撮っておくことが多くて例えばその3年前の新春公演のもう一度きりしかやらない曲とか例えば NG T 今までの経験で言うと「マンゴーナンバー2」とかもう全然 NGT には馴染みがない曲というかもう1回しかやったことない曲なんですけど「ハートありがとうございます」そういうのも全部思い出として撮っとくんですよ。ーなかかったけど例えばシアターの女神とかは 3年前4年前ぐらいに一度やってでもう二度とやらないと思いきやつぐちゃんの卒業講演でやったことがあるんですけどだから私はその34年前の1回きりでやった時の動画保存しててでみんなは困ってて <laughs> みたいな <laughs> でなんかこう研究生っていうのニキドララインにさこう誰か仕事の願いみたいな動画持ってる人いますかみたいな投げかけるじゃないですか。しただいたいた 2分以内ぐらいに誰かメンバーが「え多分夢なら持ってるよ」って言われてまたその2分以内に私が「しあトの女神の動画展開,あの展開するみたいな「すごくない?」ちょっと夢や雇ってほしいマネマネジメント側としてマネージャーさんにも「えちょっとごめん夢たんこの振り部持ってない? <laughs>」って言われる <laughs> えちょちょちょ「夢たんちょっとパーティーの振り部欲しいな」って言われて私のパーティーの持ってた振り部が3期生の パーティー公園に使われた <laughs> もう本当に雇用してほしいマネージメント曽我部マネ割とね多分ね研究3期生のパーティー公園は2期生チョイスが2期生チョイスとか2期生風味が強いと思う。 1期生の時と2期生の時とフリルの先生が違うのでそれぞれこうニュアンスがちょっと違うんですけど振り付けのだけど多分2期生の振り部見てやってくれてるから多分2期生色が強いと思う3期のパーティーやばい今一気に喋ってなんかぽわっとしちゃった 今日はさラーメン食べたらさなんかめっちゃラーメンってめっちゃ水分欲しくないじゃないですかなんかめっちゃめっちゃ甘い飲み物飲みたくて今日ねカルピス買ってきたんだコンビニでごめんそれだけめっちゃ何も面白くないんだけどでも今ね夢がね 夢が今この世で一番求めてたもの塩分だったラーメン食べて気づいた何ラーメンあのね背脂です脂食べてきた本当に美味しかったでもお腹かいっぱい本当に もうでも最近ずっとラーメン食べたかったのそうそう太麺お腹いっぱいになると今度。んな悩むできちゃう ラーメン食べたくなってきた今おすすめのラーメンあるのロースタンのねなんとかっていうお店監修の冷凍ラーメンめっちゃおいしかったのこの間メンバーが一口分けてくれて美味しすぎて自分でも買っちゃったなんかお店の名前ちょっと覚えてないんだけどね 冷凍タイプのラーメン冷凍のラーメンってあんなに美味しいんですね私本当に知らなくて <laughs> 待って店重要待って待って待ってみんなさみんなローソンのさ <laughs> ローソンの冷凍ラーメンちょっとさ調べてさ夢に候補教えてどこのお店か <laughs> 夢が調べればいいのか <laughs> 絶対に食べてほしいの待ちゃったラーソンじゃない <laughs> ラーメンとローソン混ざってラーソンって入れちゃったローソンんだっけ冷凍ラーメンか 天下一品何だもんめっちゃメジャーじゃないですかもう天下一品のね冷凍ラーメンがね本当に美味しくて夢本当に感動したのあ天一っていうのめっちゃ夢どころじゃないか夢でも知ってるよめっちゃ美味しかったじゃあみんなもう分かってる味 <laughs> ひょっとしてあんまりさラーメン屋さん行かないからさ許してそろそろねほんとにおいしかった鼻詰まってきためっちゃ話変わるんだけどさ今日さ 髪色ねお見送りでめっちゃ褒められたしかも大体私推しじゃない方から <laughs> なんかさ最近みんなさお見送りさ慣れてるよね<笑><笑>なんかなんかさ今まではさ自分推しじゃない方ってさみたいな方が多かったんだけど最近なんか お互はじめましてみたいな方でも「ゆうちゃん髪色いいね」みたいな言ってくださってなんかみんな慣れてんなと思って <laughs> お見送り慣れてんなって思いながら <laughs> そうで私はしじゃない方からすごく言っていただいて「ゆうちゃん髪色いいね」あ髪色について触れたからかな「昼恋」の時そう「髪昨日染めたんです」って「昼恋」の時に言って。 だからかなんだ今自分で気づいちゃった即興残酷皆さん気が付きましたか私が エドワードでした。ミウが、そうミウがね今日日のポジだったんだけど、日のがいつもはエドワードで、なんですけど、そうなんかミウが日のポジに入るってなって夢が、さすがに大変じゃないですか。やっぱり二ポジめ、しかも普段。 なんんていうですかねアンダー視点とかじゃなくてさすれがっつり出てる中でのにポジメってすっごいなんかあのー、もう染みついた記憶があるからなかなか難しいじゃないですかだからさそれでゆめがさなんか「え夢ゆめ残酷じゃもう一個やろうか」みたいな「ゆめまみむめも公い、ね」にミントシャッフルした時「うちのポジションもやったんだよね」みたいな言っ,て言ったらなんかみゆが「え みたいな言われてああ <laughs> うんみたいなそうでも今もその時はもう2週間前とかやったから絶対いけるよって思って結構2つ返事で「あいよいいよ」みたいな <laughs>「あ今やるよ」みたいな「<laughs> いな <laughs> ああじ全然やるよ」ってしたら美羽がすごい喜んでくれちゃって「でもう残酷が私一番不安だったんだよね」みたいな残酷。 ってもうまるっきり親身の振り付けになるから結構まあ何て言うんですか頭がこんからがっちゃうからそれが一番助かるみたいなの言,言ってくれてでもああ全然いいよみたいなえ任せてま夢、あ、耳もっ時私みたいな言ってした昨日までは覚えてたんですあ一昨日までは覚えてたんですよやることをとからひなちゃんに振り付けとか教わって改めてでも 今日の朝まですっかり忘れてて私がエドワードポジションやることをお花ありがとうございます。やりさの時になって「あ待ってね今日やばいエドワードだ」ってなって焦,焦り散らかしましたねさすがにまあまあいいうまくいきましたわでもさ本当にさ染み付きすぎた振り付け じゃないですか。まあ、なんていうんですかね。一ポジしかやったことない人間からすると。誰もあり、あ、誰もじゃない。誰もじゃない、全然。拍手ありがとうございます。そう、むしろ混乱しちゃう。全然違う見りつけたら逆に入ってくるんですけど。なんか, <laughs> なんか、なんか、なんか、頭では左足って分かってるんです。 左足って頭で分かってるのに、もう体が右足で動いちゃうんですよ。だから、<laughs> 本番で一回それやって、夜公演のニサビかな夜公演のニサビかななんか、体は左足、あ頭は左足で分かってるのに、体が右足に行きたがっちゃって <laughs>、一回足もつれさせちゃって <laughs>。これ本当に本番中こけそうになっちゃって、ああみたいな。なんかもう、 頭と体の方向がもうこうなっちゃって一回こけてる夢どうして抜かれてたらはずいな <laughs> あでも今日ね昨日言ったこと大丈夫だったああそうアンドリューで大丈 どうも難関ポイントがいつもは右肩に傘を差すんですけど今回左肩に傘すすんですそれが難しくて一番もういつもさ美しいもんいいけこんな真夜中こんな真夜中にで右肩に傘差すのそんなん右肩に傘差したくなるやんもうほんとに難しか でも楽しかったからいつでもいつでもアンドリュー入れるからうんエドワードか <laughs> 楽しかったで見ると出られて本当によかったです1年越しだよだって多分正規メンバーで一緒に出たことない人見るだけだったそうだよね おとさんありがとうございます。ありがとうございますあそう昨日さ夢さ面白いライン来て読,読みかけたけどやっぱやめたみたいな言ってたことあるじゃないですか。あれさ今言うんだけどさなんかみゆからニキドラに LINE が来ててあ 皆さんお疲れ様です。明日はミメラさんの案内に入らせていただきます。先輩方にご迷惑かけないように気をつけます。よろしくお願いします。って LINE が来て <laughs>。けどそれがめっちゃ面白くて。今日もみゆめっちゃ後輩ぶってて。あ、皆さんよろしくお願いします。みたいな。<laughs> めっちゃ後輩ぶってて。で、なんか、みんなも。え、ちょっと君名前なんて言うの <laughs> 名なんていうのあ、みゆちゃんね、よろしくみたいな感じで、お花ありがとうございます。そ,その LINE が来て、めっちゃ読みたかったんだけど、あ、やばい、シンポジバレるって思って。危なかった。あと、時は朝言われたのが、みゆから。み <laughs> ゆから朝言われたのが、なんか、なんだっけな。ゆめたんと出られて嬉しいな。なんだっけな。で、なんか、 争奪戦どっちがしたのたのみんかアンドリュースとしどっちが接したのみたいなコメントでついみゆウが間違えて言っちゃったんですってなんかでそれでやばいって思ってでなんか髪型も争奪戦なんですよねみたいなよくわかんないこと言ってたらしくて待って本当に待って3分で話せることじゃなかったごめんなさいなんか本当に面白かったのなんかそ隠すことじゃないんだけど核は隠すことだけどもうなんか もう、もう<お>、<laughs> 難しかった。待って、もう、泣きがいますね。ごめんなさい。ちょっと早めにしないと。いきます。1位、キムさん、ありがとう。12位、マキアートさん、ありがとう。11位、エムエスさん、ありがとう。1位、カイアートさん、ありがとう。9位、マサユキさん、ありがとう。8位、チューバーさん、ありがとう。7位、タムヒロさん、ありがとう。6位、クニさん、ありがとう。5位、マコチャさん、ありがとう。 4位、かどとしさん、ありがとう。3位、しんごさん、ありがとう。2位、てるカかグぐちさん、ありがとう。そして1位、すなまじるさん、ありがとう。間に合った間に合ったセーフあと何秒ありがとう、おやすみなさい。バイバーイ。ありがとう、ごめんなさい、かきよしで。バイバーイ。ハートありがとう